大砲。大砲は火薬の燃焼力を用いて大型の弾丸、砲弾を高速で発射し、弾丸の運動量、または弾丸自体の科学的な爆発によって敵及び構造物を破壊、殺傷する兵器、武器の総称。火砲、砲とも称す。これに分類される火器は銃火器であり、銃よりも光景が大きいものとされる。 ただし、この銃と砲との境界となる光景のサイズは、軍や時代によって異なる。数える、際の単位は長ではなく門である。一般的には、銃よりも、威力、殺傷力や破壊力の大きく、個人では扱えない、大きな火器と認識される。大砲の弾を砲弾と言い,い、大砲を専門に扱う兵を、砲兵、特に発射する人を砲使という。 大砲の役割は敵を容赦なく攻撃し、防御の壁を打ち砕くことにある。こういった大砲の威力を決定づける要素とは、射程、精度、発射速度、機動性、貫通力、砲弾運動エネルギー砲弾削薬、形状を含む、破片殺傷性の八つである。なお、火器及び、漢字看護が発症した、中国の原理では、砲とは投石機の類も含む、 大質量弾の投射兵器全般を指すものである。これに対し、銃は金属刀に弾火薬を充填する機械構造を指すものであり、元来、銃と砲は単純にサイズで区別する同列の概念ではない。実際に古来より鉄砲というように大きければ砲という認識が確固としてあったわけではない。さらに、佐賀藩が大砲製造のため設置した部署は、 大銃製造型といい、幕末頃まで大砲イコール大型の銃として大銃とも呼んでいた。銃は手段、砲は目的を指すものとも言える。似たようなことが自走砲と戦車にも言え、戦車とは戦術目的上の概念であり、その手段として自走砲の形態をとっている。初期の戦車は大砲を備えていないものもあった。カタパルト、トレビュシェットやバリスタのように、 機械的な力によって弾丸を放出する兵器は古代から存在した。それらは射程を伸ばすためにひねるや回転といった物理の法則原理を応用ていた。ひねるによって得たエネルギーをロープに伝えることが重要だったのだ。初期の大型兵器は石などを遠くに飛ばすためこの力を利用した。アームの部分を引くとロープがねじれて力が加わりエネルギーを蓄えられ、 あとは金具を外すだけで、その瞬間に力が解放される。2メートル近い巨大な矢、そして石の塊が遠く離れた敵を容赦なく襲った。そのためバリスタやカタパルトが戦場に姿を現すと、敵は恐れをののき、震え上がったという。中国では1259年に南宋野で開発された実家槍と呼ばれる木製火砲が、 最も早い時期のものと見られる。また1332年には、大元統治下で、青銅鋳造の方針長 35.3cm、合計 10.5cm の火砲が製造され、元末に起きた農民放棄でも多数使用された。中央、アジアや西アジアでも、ティムール軍が、イラン・イラク地域の征服、オスマン帝国のバヤジと一世や、 ジョチジウルスの徳民ミシとの戦役において、工場用の重砲と野戦用の昇降系火砲を用いている。西欧世界で現存する最古の火砲的なものの、記録図は14世紀。イギリスのスコラ学者の趣向にあるスケッチには、細長い矢のようなものを打ち出す方のようなものが描かれている。ただし、これは実際に作られたかどうかも、実践で使われたかどうかも不明である。 その後、西欧では一世紀以上を経て、東方の技術が伝わり、現在のような形へ改良される。つまり、市場の投射物ではなく球形の砲丸を発射するための、太さが均一な管の形をした大砲は、西欧では15世紀の初頭頃から見られるようになったということだ。この時代の大砲は石砲、またはボンバード砲と呼ばれ、石の砲丸を発射するものだった。 15世紀半ば頃までには、西欧にも、火砲の革新が伝わった。砲丸を大きく、射出速度を速くして投射物に、巨大な運動量を与えるためには、多量の創薬の爆発に耐えうる強靭な方針が、必要であるが、その強度を得るために鋳造によって一体成形された、大砲が、この時期に、一般的に作られるようになった。高い破壊力を持った銃砲の発達によって、 それまで難航不落であった防衛設備を短時間のうちに陥落させることができるようになり、防衛側と攻撃側の力関係の変化を生じさせた。1453年にオスマン帝国によるコンスタンティノポリス包囲戦という歴史的出来事が起きたが、それには後継の大きな重砲が決定的な役割を果たしている。また、百年戦争末期のノルマンディーとボルドーからの イギリス軍の撤退においても火砲は重要な役割を果たした。大筒は日本の戦国時代後期から江戸時代にかけての大砲の故障であり、その一種のこと、戦国時代後期より用いられ、工場戦や海戦において構造物破壊に威力を発揮した。さらに15世紀後半には石の弾丸に代わる鉄製の弾丸や燃焼速度の速い粒状の火薬などの 新テクノロジーの発達もあり、また小型で、軽量ながら、馬質で、運搬可能な強力な工場法も出現した。ちなみにそれ以前までの工場法は巨大な、カスタムメイドの兵器であり、例えば、コンスタンティノープルの城壁を打ち破ったウルバン法は、戦場から2 0 0トル級離れた首都エディルネで、鋳造されていい。近代的な意味での大砲は十五世紀末までにはほぼ、 完成を見ており、1840年代までは、さまつな改良を除いて、本質的には、同じ設計のものが使われ続けた。1494年に、ナポリの多い継承権を争って、フランスオシャルル八世がイタリアに侵入したとき、フランス軍は、牽引可能な車輪付け砲がを備えた大砲を、引き連れていた。この大砲は、 旧来の高い城壁を一日の戦闘で打ち崩してしまった。それによって、森土の土類によって、大砲の撃力らを吸収することを目的とした、追記術の革命を引き起こした。また、大砲の発達は、海上戦闘に対して、地上戦闘とは違った革命的な変化をもたらした。船舶同士の戦いでは昇格を装備しての、敵戦隊への体当たり攻撃及び敵戦に、 乗り移っての白兵戦が古来の方であったが、これに大砲が加わることとなった。当時の関西砲の威力では戦隊を完全破壊することは不可能であったが、自立航行が不可能になるまで損傷を負わせることや、白兵戦の前段階として敵艦の兵を死傷させることは可能であった。16世紀の西地中海において、オスマン帝国が常に制海権を握り続けたのは、 船舶の性能差もあるが、それよりも大砲の性能差による部分が大きかったと言える。また五百七十一年のレパントの海戦においても、スペインを中心とした連合軍による地中海のハ覇ャオスマン帝国の撃破には、大砲の火力が大きく貢献していた。こういった兵器は、仕組みは原始的だが、敵に対して心理的にもダメージを与えることができることを、古代や、 中世の砲兵たちは十分に知っていた。その凄まじい威力のために、その砲火にさらされた兵士たちは敗北を予測してしまい、精神面で負けて絶望感を抱いた。精神的にダメージを負った兵士にとって、弾が飛んでくる音は恐怖の象徴であり、それは古代の石も現代の砲弾も同じであった。狙われたら抵抗する術がなく、 まさに最強の兵器と想像せざるを得ない状況にもなり勇敢な兵士たちの気力を受け継いで戦うことを諦めさせてしまう。大砲にはそれほどまでに恐ろしい破壊的な威力があった。金星では大砲は野戦での活用も行われるようになる。性能をあえて抑えるという設計指針に基づいて方針の軽量化や砲画の改良がなされ、また榴弾や武道弾といった 何目標に有効な砲弾も持ち入れ始めた。何より、中央集権下による富と権力の集中は、それまで効果で数を揃えられなかった大砲の配備数を大きく増やすことにつながり、大砲は戦場における重要な地位を占めることになる。18世紀には、グリボーバルシステムにより、大砲の企画化と工業化がさらに推し進められた。近代に入り、産業革命が起こる。 製鉄技術の向上によって、中鉄製大砲の出現や、方針のライフル先行、誤送式の実用化が行われた。近代以前の大砲は、砲撃を行うたびに反動によって砲全体が後退してしまうために、再び狙いをつけて砲撃するためには、元の位置へ戻す必要があり、そのため連続した砲撃を行うことができなかった。また、大砲自体が動いてしまっては、 精度は保証されず、いくら狙いを定めても砲弾は別の場所へ飛んでしまう、といった欠点も長らく存在していた。ところが、1840年代頃から研究され、実用化された中大気の登場によって、方針だけを後退させることによって、発射の反動を吸収し、砲自体の位置を後退させずに済むようになり、砲撃のプロセスをより高速に遂行可能になった。また、 銃の精度を高める技術の進歩には、銃身のライフリング技術が大きな転機となった。銃身内部に施された螺旋状の溝に沿って銃弾が回転することにより、発射後の軌道は格段に安定した。この原理は大砲にも用いられ、砲身にライフリングを施すことで、精度、速度、射程は規約的に向上した。こういったタイプの大砲が戦場に登場したのは、 南北戦争からであった。産業革命がもたらした革新的技術を引っ下げた大砲は、それまでのものとは比べ物にならないくらいの精度を見せ、敵を駆逐した。その後、ライフリングを施した大砲が大量生産された。大量に生産された鋼の兵器は、以前のカスタムメイドのものとは違い規格が統一されていることも大きな特徴で、 その分砲兵の腕前への依存度は減り、大砲の精度も高まったことで、集中的な攻撃も、より安易に可能となった。また以前の前奏式に代わって、五奏式の大砲が実用化されたことによって、装填するための時間が短縮された。火薬砲弾と分けて装填せず、それらを一気に装填することが可能となったため、五奏式大砲の装填速度は前奏式のそれとは、 比較にならないものだ。実は五葬式は新しい発明ではなく、15世紀にはすでに登場していた。問題は当時の五葬法の褒美は秘密性に欠けていた。初期の五葬法は褒美で燃焼ガスが漏れて、砲兵の傍らで爆発することがあった。五葬式の大砲が登場したのは南北戦争の頃で、主流はイギリス製のホイットワース砲である。 ホイットワースのデザインは素晴らしく、前装式でも後装式でも仕様に耐えうるデザインだった。砕いて言えば、方針の後部にスクリューがあり、それを回して褒美を開け、装填し、スクリューを逆に回して締めるといった仕組みである。改良された後装法によって安全性が向上した。その後様々なデザインが考案され後装法が、次々に世に出されることとなる。 ガス漏れ対策も確立され、砲兵は以前よりよっぽど安全なものとなった。第一次世界大戦の犠牲者のおよそ7割は大砲による死者であった。この大戦中大砲はさらに破壊力を増していく。大砲は第一次世界大戦で必要不可欠なものとなった。第一次世界大戦では残酷戦が中心であり、従来の戦法、すなわち生身の兵士による突撃は、 意味をなさなくなった。残壕の前に気づかれた、鉄条網により進行を阻まれたところを、機関銃で殲滅されてしまうからである。ここで大砲が大きく活躍することになる。すなわち、兵士が突撃する前に、攻撃目標を文字通り3日3番大砲で、残壕を砲撃し続け、進軍を阻む、鉄条網、機関銃陣地等を、すべて破壊し尽くすのである。 これは事前に攻撃目標が敵に伝わってしまうという欠点もあったが第一次世界大戦時ではたどり着けた唯一の正解であった。そして第二次世界大戦でもよりスマートにはなるが同じ戦法が使われてゆく。太平洋戦争における米軍の鉄の嵐といわれる苛烈な砲撃はその一例と言える。速射砲が用いられたのは この頃で M1897-75mm ホ砲、18ポンド野砲、77mm ホ砲77、mm、等が開発された。特に M1897-75mm ホ砲は、その誕生以来すべての大砲のデザインに影響を与え続けた。第一次世界大戦の泥沼の降着戦が続く中、圧倒的な火力が何よりも求められていた。 75mm 矢方も他の速射砲も抜きんでた決定力とはならなかった。脅迫観念のようにとにかく大砲は大きくなっていった。やがて軍艦に16インチ砲が搭載されるようになっていく。包位戦ではとにかくただひたすら敵への攻撃を続けなければならない。相手が音を上げれば勝利できるからだ。相手をしのぐには大きな大砲が必要だった。 より大きな榴弾砲は包位戦でも強力な火力をもたらした。榴弾砲はより高い位置から、より鋭い角度で敵地に砲弾を落とすことができた。容赦ない攻撃を受ける中、兵士たちの心にも疲れが見え始める。イギリス人は戦闘ストレス反応、シェルショックイコール砲弾による、ショックという言葉で表した。近くで砲弾が破裂したからだ、と信じているからだ。 心理的ダメージかなり大きく激しい砲撃を受けたのが原因でシェルショックはその体験の現れだった。第二次世界大戦では砲撃はさらに激しさを増し、そして動きが圧倒的に速くなっていく。第一次世界大戦式の長い砲撃では事前に攻撃地点が敵に伝わってしまうという欠点がある。それを回避するため攻撃地点に火力を集中させ、 短時間で圧倒的な砲弾を送り込むように戦術は変化していった。ここで重要なのは火力の集中という言葉である。それは大砲の高火力化のみならず機動力の獲得も必要としたのである。大砲は耐圧機となり精度も速度も増した。大きさを増した大砲の反動にも対応した。第一次世界大戦のフランスの大砲をベースに 米軍も強力な大砲を開発 155mm カノ砲 M2 である。これらの兵器が直面したのは常に戦況が変わっていく中でどのように対応していくかという問題だった。この対戦では機動力が重要だった。有名なドイツ軍の電撃戦もそうであるし、連合国の火力戦においても火力の集中が重要な課題となった。 第二次世界大戦の開戦時、大砲の多くは牽引車で運ばれていた。その際、車輪が付けられているものは、戦場でも楽に移動ができた。しかし状況が目まぐるしく変わる戦場に、牽引による移動では、限界がある。そこで、高い機動性を実現した大砲が登場した。自走式の大砲である。第二次世界大戦の象徴となるものであり、その先駆けとなるものは、 第一次世界大戦末期に少数ながら登場していた。それまで牽引していた大砲がエンジンがついた車体に乗せられて独力で移動するようになった。これで機動性が高くなり戦車にも追いつくので機動戦にも十分対応できるようになった。代表的な自走砲は米国の M7 自走砲、プリーストや英国のセクストン自走砲がある。 第二次世界大戦開戦当時、ドイツの大砲を引いていたのは、馬だった。戦車に追いつけないのは言うまでもない。ドイツは、自走式の大砲が必要と考え、実際に作ってみた。フランスの戦車に、ロシアの大砲をつけてみるというアイデアがそこで生まれた。つまり改造して自走砲を作っていた。無謀なようであるが、これが、結構うまくいった。 1.5センチメートルほどの装甲板をつなぎ合わせ、囲いを作った。砲兵を保護するためである。溶接は大雑把で、見た目はそれほど重視していない。前の部分はボルトで締めてある。作るのは比較的簡単だったのであろう。即席で作られた自走砲だが、ノルマンディ上陸作戦後のフランスでの戦いに使われていた。また移動においても、 陸上を進むだけではなく、空を行くことも可能になった。大砲は空輸が可能となり、敵地に乗り込む空挺部隊で運用されるようになる。大砲は応用のきく兵器で、第二次世界大戦でも時代の要請に応えた。1944年のルマンディ上陸作戦や、マーケットガーデン作戦を通して、連合軍の空挺部隊は敵陣へと空から降り立った。輸送機で、 空挺部隊を空へ運ぶことができるのだから、大砲も輸送機で運べる大きさにすればよい。必要な場所に直接送る方法を採用した。6ポンド砲、17ポンド砲、40ミリメートル、対空機関砲、さらに75ミリメートル榴弾砲も送った。これらの大砲は敵地で孤立している空挺部隊にとって心強い味方となった。敵に囲まれた。 空挺部隊のため、あらゆる種類の大砲が必要な場所に送られた。また、少数だが、輸送機に大砲を装着するようになった。輸送機の強度が十分であれば、大砲を搭載することも難しいことではない。とはいえ、やはり動く標的を狙うのは難しく、大砲の出番は特別な作戦のみに限られていた。戦艦の艦砲射撃は、 海での戦いを制するために発達してきた。第二次世界大戦までに海に浮かぶ火力として、戦艦用の大砲の数々が無数の砲弾を発射、強烈な攻撃を繰り返しその強さを見せつけていた。海における砲撃は陸での砲撃とは異なっていた。陸より海での砲撃が複雑な問題を抱えている。発射台自体が動いている戦艦であり。 標的も常に動いていて照準が定めにくい。また、何もない大海原では、敵との位置関係が把握しづらいのだ。第二次世界大戦期、アイオワ級戦艦による攻撃は軍を抜いて激しいものだった。アイオワ級戦艦の中で武軍誉まれ高いのは、戦艦ニュージャージーだ。大きな艦砲が付けられたのは、第一次世界大戦の頃からで、水平線の敵も攻撃できるようになり、 標的を見定め、狙いをつけ、断着点を見極めることが生死を決する。はるか彼方の敵を見定めるため、兵士たちは時に高性能な測定器を使い、時に航空機を使う。観測用の航空機を利用することでより正確な砲撃を行えた。強烈な破壊力を持つ艦砲は、戦いの行方を十分左右するものだった。 大和型戦艦の象徴でもある45口径46立方センチメートル連装砲は専用の運搬船、カシノを建造するほど巨大なものとなった。一方陸で使用される巨砲には問題があった。第一次世界大戦では鉄道を利用した巨大な列車砲がぶつかり合った。考え方としては理解できる。より大きな大砲を使えば、 高着状態の打破が期待できるからだ。ドイツ軍が作った当時最大の長距離砲、パリ砲効果はさほどではなく、恐怖の象徴とも言うべきだった。第二次世界大戦でも巨砲は進化し続けていた。ヒトラーとその側近たちは政治的宣伝効果を重視して、どこまでも巨大な大砲のデザインを追求していった。その極限が、クルップ敬語80センチメートル列車砲。 名称、ドーラ、グスタフであり、史上最大、最強にして、最後の列車砲となった。ベトナム戦争でも、大砲を運ぶことが望まれ、ヘリコプターの開発が進むと、従来では、運搬が困難だった場所も運べるようになった。この時も、大砲と砲兵のチームが、激戦地で戦う兵士たちの支援戦闘のため、空から降り立った。ケザンの戦いにおいても、 正確な大砲兵射撃を行い味方の部隊を守る活躍を見せる。敵から味方を守る鉄の壁を作ってくれたのは大砲だった。こういった大砲を時に大陸を越えてまで戦場へ輸送できるか否かは今日の戦闘においても勝敗に大きな影響を与える。こうしたニーズからプリミティブな形態の牽引砲も M777-155mm 榴弾砲のように 最新技術を駆使して、より軽量な砲を開発する試みがたゆまず、続けられている。また、航空機そのものを、大砲のプラットフォームとする、ガンシップも、この時期に生まれている。第二次大戦当時から、火力投射手段としてあまりにも肥大化しすぎた巨砲は、急激に発展した、航空機による、爆撃、空爆により淘汰されていった。加えて、 対戦末期に砲画が現れたミサイルが、大砲の量分に進出してくる。大砲が、後継に比例して甚だしく増大する重量と、射撃時の反動に耐える必要があるのに比べ、ミサイルを含む、ロケット兵器は、不評傾向あるいはトラックなど、はるかに軽便な発射部隊から運用可能であること、何より射撃後に誘導修正することによる、長射程度高い命中精度のメリットがある。列車砲。 戦艦手法から、対艦ミサイル、対戦車法から、対戦車ミサイルのように、完全にミサイルに駆逐されて、土台となる兵器ごと消滅してしまった例もある。冷戦中期までに、弾道ミサイルや巡航ミサイルは、大陸レベルの射程を誇り、大砲の次元をはるかに超えた兵器へと進化を遂げた。戦闘機から機関砲を撤廃したり、ミサイル戦車あるいは、 戦車無用論が検伝されたこともあった。しかしその後の戦訓により、地形等の理由によりミサイルは常に射程の長さを活かせるとは限らない。威力射程が同程度の砲弾に比べ高価な上に大きくかさばる。ため戦闘で、傾向可能な弾数でも、平坦レベルでの補給可能量においても、停戦能力が劣る。砲のように標的の性質に応じて、弾を選択できな砲弾より、 ずっと初速が遅く、母機から誘導し続けなければならない場合があり特に近距離戦で重要な即時性を欠く。航空爆弾も航空機の高コストと対空時間の限界から一過性に止まり、大砲の偏在と即応性を具備しエないことなどの問題が明らかとなり、21世紀現在に至っても法はミサイルや航空爆弾とおのの異なる価値を持つ兵器として共存し続けている。 ガンダンチャーや誘導砲弾など、フォートミサイルの微点を融合させる試みも実用段階に達してきている。また、中世以来の火薬力による砲から、電気的エネルギー、ローレンツ力を利用する霊岩など、全く新たな射出原理に基づく砲の研究開発も続けられている。百七十六年、天正四年、オートモスオリムが、ポルトガルの宣教師より石部屋、 フランキ砲を入手し、国崩しと名付けたのが日本における最初の大砲とされる。以後、石アは、ひなわ銃を大型化した大筒、大鉄砲とともに、海戦、工場戦において構造物破壊に用いられる。なお、日本では、海速軌道の重視や、起伏の多い地形のため、重量がかさばる大砲の野戦における運用はほとんどなされていない。 日本では1590年代から大砲生産が盛んになり、1614年、慶長19年には大阪の人に備えて、徳川家康はイギリスやオランダより大口径の前奏式製銅砲、カルバリン砲等を購入している。これらは後に国産化され、和製大砲となる。1639年、寛永16年には、江戸幕府が、 前年の島原の乱における戦訓から、榴弾とそれを運用する球砲の供与をオランダ将官に求める。ハンス・ボルフガング・ブラウンが平戸で球砲を製造して、江戸にて死者を行っている。1650年、慶安3年にも、ユリアンス・スヘーデルによる球砲射撃が江戸で行われている。これ以降、日本では大規模な戦乱がなくなり、大砲の発展も停滞する。 1841年には、高島周藩が、徳丸が、原、玄高島平で、日本最初の近代法術訓練を行い、西洋式の大砲と和製大砲の技術差を露呈した。1850年代に次々と外国軍艦が来航し、国防のため、江戸幕府は寺の盆章を溶かして、大砲を鋳造するよう命じる気金法の直上を発令。諸藩は、 ニラ山反射炉等の反射炉を建設して、大砲を鋳造するなど新技術の導入に力を入れたが、1862年の撮影戦争や1864年の下関戦争で欧米との技術差は実践により明らかとなる。特に下関戦争では、長州藩の日本製32ポンド砲などによる砲台は四国艦隊の関西110ポンドアームストロン、 法などに全く立ち打ちできず敗北した。これらの戦闘の後、薩摩藩や長州藩は主にイギリスから兵器の輸入を進める一方、幕府もフランスの援助を受けて軍の近代化を進めた結果、両者が衝突した第二次長州制伐や戊辰戦争では各地で近的な大砲による野戦や工場戦が繰り広げられた。フランスで開発された四金三は、 第二次長州制抜で幕府軍が使用して以降輸入やコピーが進み一連の戦争を通じて両者の主力や戦法となったこの頃には諸藩の技術も向上し上野戦争では新政府側の佐賀藩が製造したアームストロング砲が投入され合図戦争では新政府軍が焼き玉式将遺弾を合図若松城攻撃に用いた 旧幕府方の長岡藩も北越戦争で、アームストロング砲やガトリング砲を使用して、新政府軍を苦しめている。明治維新後は、大砲の国産化が進んだ。第二本帝国陸軍兵器一覧下砲、投敵機を参照。中国における西洋式大砲の輸入は15世紀初め、民の清楚の後人征抜時であり、工術書 P50、ポルトガルから輸入した。 クレナイエビス法がアット金に対して使用された、口術書、P49。民では、新規法と呼び、新規 A という法兵隊が設けられたが、主に爆音で相手を驚かせる用途で、あまり改良はされなかった、口術書、P50。その後、1621年に、ポルトガル宣教師を家法に従軍させたり、ドイツ宣教師が法術を伝えたが、口術書、P51。 中国人は、製造、法術の基礎となる、自然科学精神の理解が乏しかったため、家宝を中心とした、近代工場戦、野戦の戦術を採用する姿勢がなく、工術書、P52、製造した大砲に、暗黒禅軍、平良康氏、肌将軍の号を与え、熱く、採取するありさまだった、貝塚ズカ刺激、中国の歴史家、岩波新書1970年、 P52 に砲はその形状、構造や用途、歴史的経緯等によって様々な分類がある。なお、やや銃との光景の差異が不明確な機関銃でも、法王と名の付く種類のものも他の大光景の機関砲に分類されることもあるため、便宜的に記載する。用途、歴史的分類による種別は以下の通り、 大砲を専門に運用するための軍隊の兵科を砲兵と呼ぶ。大砲に使われる弾を砲弾と呼ぶ。砲弾は発射される際に得た運動エネルギーによって破壊、殺傷効果を及ぼす運動エネルギー弾と命中時に爆発することで被害をもたらす化学エネルギー弾に別される。大砲自体の発展に伴い、砲弾も殺傷力を高めるために進化していく。 初期の砲弾は硬い石が使われていた。そして徐々に殺傷力を向上させ、金属の砲弾や中に爆薬を仕込んだ砲弾が登場した。1784年イギリスの砲兵ヘンリー、シュラプネルが硫酸弾という画期的な砲弾を生み出した。殺傷能力が桁違いでシュラプネルの名が硫酸弾の別名になっているほどである。さらにアルフレッド・ノーベルの爆薬の開発により、 砲弾は飛躍的に進化する。これにより砲弾が爆発する際の殺傷能力が高まった。軍でも爆薬の開発に勤しみ、コルダイトなどの爆薬が誕生した。爆発物としての性能が実に高く、破壊力も著しく向上した。あ,あゆえおじゅん、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。